listening to Shibuya Cross FM。 オオカミ少年の君こそスターだ、イエイ。どうもオオカミ少年片岡でございます。科学と森田くんです。お願いします。なんだろう、吉本ってさ、はい、大阪から芸人さん来るじゃん。はい。なんかそれでまあ俺さ、まあ、普段放送作家もやらせてもらってて、はい、番組で会うタレントさんもいるじゃん。だからなんかそういうネタ番組とかいたら、江原正宏さんとか、おかたちゃん忙しいねとかさ、あ、信子吉村さんといいっすとかさ、はい、なんかあるわけよ東京芸人は。あ、はい。でこれ大阪芸人との距離感って難しいな。あ、それが、はい、ずっとあったのがコロチキ。あ、コロチキ。コロチキと、コロチキは後輩じゃん。そうっすね、はい、僕よりも一個後輩ですから。そうなんだ。僕の一個下です。コロチキ後輩なんだけど、はい、営業で一緒になったことない、ね、あ、そうなんですか。ない。あ、そうなんですか。ただ、はい、なんかザコさんといるときに、はい、俺が横にいて、そのツッコミの西野くんが、はい、あ、預かりしたみたいな、あ、はい、な距離感、はい。でナダル君に関しては、はい、もうほぼほぼ接点がない。ああ、はい。いや、なんかネタ番組の中で会ってもなんか、はい、あれですみたいな、はい、そのネタ番組で会う時って俺はもうスタッフさんみたいに思われてもおかしくないじゃん。はい。で今日その井上さんのイノバズっていう番組の収録で、はい、ゲスト大体僕関係性がある人呼んでんのよ。ああ、はい。現場でも喋れるから。はい。けど今回たまたまそのね、コロチキが空いててというか出てもらえることになって、はい、わ、今日どうなんだろうなと思って。もう謎じゃんコロチキって。まあそう、で僕な営業で2回ぐらいあるんですけど。ああ、そう。結構、まあ、ラフな感じでは喋ってくれますけど、ナダルはこの前なんか前会いましたよねみたいな、うん、確か2回目だったんですけど、絶対覚えてないだろうなみたいな。やっぱさ、ちょっとナダル君って、はい、もうテレビ見てたらちょっと怖いじゃん。はい、ね、何言ってくるか分かんないし、はいはい、俺も適当に喋ってんなみたいな。番組ぶっ壊されるんじゃないかと思ってて、はい、それでシミュレーションしてて、まあ、西野君の方はちょっと喋ったことあるから、はい、まあ、西野君が先来てからの、はい、ナダル来てからの、はい、今日お願いしますからの、はい、番組作家やってるんですけど、はい、芸人ではオオカミ少年片岡ですぐらいな、はい、このテンポだなと思ってたら、はい、まさかの入りの15分前に、はい、ナダルが先に来るっていう。いや、そうですね、はい、やばっと思って、はい、ナダルの方が先来る。しっかりしてんだね、はい、あの四谷三丁目の劇場あるじゃん、はい、こう降りてきたらさ透明な扉だから普通、はい、おざまーすって入ってくるじゃん、はい、ナダルやっぱすごいの、こう降りてきて透明だからか分かんないけど、こっちの扉が気づかなくて、はい、ぐるって回り込んで、はい、なんかあるじゃん、劇場のなんか機械室みたいな、あ、はいはいはい、あっちの扉開けようとしてたから裏口があるんじゃないかそれでなんか、いや、なんかいきなりここで会うとなと思ったけども、はい、いないから、はい、あざますって、あ、奥です、で俺案内して、はい、もうちょうど俺別件で喋ってたら、はい、西野くん来て、はい、西野くんはあっみたいな、おあざますみたいな感じで、はい、あれ知ってますっていうか、はい、話したことありますよ、はい、ですよねぐらいな、はい、でパパってやって、みんなスタッフさんは吉本の現状絡みないから、はい、カオさん、コロチキさん来ましたよみたいないや俺毎回つないでるけどスターですからね、コロチキさんは俺もだけど、いきなりその打ち合わせの立場で作家でいるのに、はいはい、コロチキっていうのも変じゃん。あーそれ変じゃん、はい、かだからまあ全部俺敬語で言ったけど、はい、ほんでなんか向こうもなんかあれみたいな、あ、作家の片岡です、今日お願いしますみたいな、でコンセプトパパッと喋るから、はいはい、西野君はあれ俺が思ってるザコさんの横にいた人じゃないのか、似てるけど、はい、これは作家の本当に作家の人なのかみたいな、はい、探りがありの、はい、でまあ本番前に井上さんと俺が仲良く喋ってるから、はい、で V 始まったら俺もちょいちょい映るから、はい、ああ、はい、片岡さんみたいな感じになって、はい、多分そこで謎解けたと思う。ああ、なるほど、うん、いや危なかった本当にその、はい、
俺からさ、いや旧気でどうのでっていうのも多分それ言ったら言ったら、いやもちろん知ってますよってなるだろうし、あ、はい、この井上さんとこの VTR で狼少年片岡っていうのが出るので、はい、全部が片岡さんフィクサーですねみたいな笑いになって、はい、そしてナダル君はすごいいい子だった。あ、そうですよね、ちゃんとあの番組を成立させる方法を知ってるというか、あ、やっぱ頭いいんだね。あ、確かに。いやなんかやっぱあの二人って優秀だね。そうですね。じゃあ、はい、西野君が回すから井上さんがちょっと ボケ出してたもん。おお、なんか意外といい化学反応というか、まあ、もちろんコロチキが力あるのは知ってたけど、はい、あ、なんかいいなっていうそのやっぱそういうことしていかなきゃ2022にダメだなっていうふうに反省しました。ああ、はい、うん、確かに。何が、何、どういうこと、何、どういうことしていくの。あ、なんか、はい、だから要はなんか関係性がないから、うん、なんかちょっともういいや距離開けるとかじゃなくて、うん、なんか仕事したことない子でもなんかどんどん一緒にしてったらさ、はい、なんかいろいろな扉が開きそうだなっていう、新しい化学反応が各所で。そう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 。なるほど。そうです。浜口さんどうでした今週一週間。あ、実家帰ってきましたよ。あ、ついに。やっぱあの2年の時間って経ってるね。あ、はい、年一とかでしょ、あの実家帰るの、うんうんうん、やっぱ老けたな親が。まあね、単純に。あ、まあちょっとそうですね、うん、はい、弱っていう感じになってます、ね、オープニングからさ、オープニングというかさ、はい、家帰ったらさ家帰ってオープニング、あの靴、うん、普段親戚とか兄弟呼んで追い込み1個とか来てるから、はい、靴がいっぱいあるのかな、うんうん、と思ったら靴がなかったからさ、はい、そんなに。でもすごい声がすごいするからさ、はい、あれなんか来てんのかな、なんかいろいろと思って、うん、ただいまって入ったらさ喧嘩してんの。誰と誰か。親同士が。ああ、そうなんだ、おじいちゃんおばあちゃんね。そう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 、おい帰ってよ、おおおお、なんか親父が俺の顔を見る位置にいて、母ちゃんが背中を向けて、はい、なんだお前、なんか何を喧嘩しとるかわからない、うん、多分些細なことなんだよ、うん、まあ、はい、醤油のメーカーがどうたることだみたいなあ、そんなんで喧嘩できるのいいっすね。なんだよ、おおおい、何っつったか、母ちゃんは、はい、俺の顔見る、うんうん、おいおいおい、あみたいな、なんかオープニングでさ、なんで、いろいろいると思ったと。で、その嫁さんと帰ったんだけどさ、大体あの親戚がいるんだけど、はい、初めて親2人と俺と嫁さんで飲んだね、その日は。おー、うん、なんかめちゃくちゃ酔っ払ってたよ、親父。ああ、いいことだね。ああ、嬉しかったんじゃないですか、その初めての感じが。こういうのはな、あの普段孫とかおるからな、なんかいいなみたいな、なんかどんどんテンション上がってさ、はい、クソペースが入るんだよ、ビール飲む。ジュジュジュって入れるじゃん、はい、置くんだよ、今入れろって言うの、はい、おそれの繰り返しだからめっちゃついでさ。へえ、楽しかったんだよね。後半も足腰に来てさ、飲みすぎて、おトイレ行ってくるからって言ったとしたらパターンって言った。マジっすか。あら、これか、これか、回っとるな。そんなクラブみたいな飲み方でしょ。母ちゃんが大爆笑、あお父さんボロボロだからです、いいっすねみたいな、なんかそんなノリで初日始まったね。うわ、初めて見たと思って、こんな親よっぽど嬉しかったんですよ。なんだろうな、どっちなんだろうね、本当の親を、はい、その帰った時が本質で、今まではお父さんを演じてて、あ、ちょっとリミッター外したのか、はい、分からんけど、でもなんかあんなに初めて見た、久々に会ったからってのもあるんじゃないの、多分2年分ってのもあるのかな、ですよ多分、はい、なんか母ちゃんも大声出して笑っててさ、もうボロボロだかねえっつって、母ちゃん
あのストロング飲んでたよ、はい、8% ストロングストロングそこで喧嘩し始めてさ、すげえ、お母さんこれ濃いやつだよって、はい、で親父がさ、親父はビールばっかりだからさ、なんだこれジュースだからやつこれなんだお父さんこれビールより濃いんだよアルコール、うん、俺はジュース飲んどる、何をジュース飲んどると思ったそれも喧嘩みたいな、もう映画やっつってさ、で母ちゃんも酔っ払って、はい、なんかディズニーランド行くぐらい嬉しかったんですよ、なのかな、一般人も、いやだと思う、ハメ外すじゃないですかやっぱり、うん、これ買っちゃおうみたいな、だって俺の昔の親父のイメージはさ、うん、もう寡黙でさ、あ酒飲んでもさ、うん、もう一杯ちょうだとかなんか、そんなさ、感じだったのがさ、いや、マジで、はい、正和、浜口正和、めっちゃ怖かったもん、あ、そうなんすね、もう、そっくりで、あ、はい、彫刻で彫ったような顔してて、なんか、もう小学生から見ても、年いってる父親、はい、うん、プラス、はい、もう彫刻で彫ったような幻覚な感じ、はい、そのおまわりっていうのもあるし、ああ、だって俺昔浜の家電話して、はい、ひわくんいますかって小学生が電話したの、ああ、はい、またちょっと待っててな、変わるわとかじゃん、はい、何の用だって言われた怖い、いやいや、めっちゃ怖いや浜口くんに漫画貸してて、はい、返してもらいたくて、はい、ちょっと待っとれみたいなもうそっから怖くて浜口家に電話するのめっちゃ、あー、うわ、嫌ですね、怖かったもんそうね、昔は電話しかなかったからね、固定電話しか、中学ぐらいの時とかもかな、ああ、だから、うん、あのそこら辺から今村耕也っていうのを挟んで浜と遊ぶようになったから、はい、なんかそういう旗とか俺作ってもらってたから、自分の高校の応援団の旗とかを、ね、昔からそういうやっぱ経営者の発想だから、あれこれ浜絵うまいから浜描いてくれみたいな、あそうすることでこっち側ではね、それが生きるみたいなさ、はい、そんなのでも電話してる人とか、まあ、浜もちょっとあんま家帰ってなかったりとかフラフラしてたから、その時何の用だみたいな怖かったな電話だけど俺も実家帰って思ったんだけど、初めて兄貴に子供ができて、うん、その姪っ子、うん、初めてだったの2歳で、うんうん、俺3年ぐらい帰ってないから、はい、でそれでその前も言ったけど、おじいちゃんおばあちゃんとかみんなが楽しむ感じと、うん、あ、これがなんか親になる感覚なんだっていう雰囲気は分かったな、うん、ああそこと接したことなかったから、はい、それがインストールできただけ今回の実家帰りは意味あったし、うん、あと俺また行ったんですよ、小学校と中学校、うん、お、兄貴車連れててくれて、うん、小学校行ったことある、久々に小学校はな、なんかの時に行ったよ、小学校さ、なんか朝礼台がある後ろにもさ、うん、学校の校舎あったじゃん、うん、あれ全部なくなってたの、うん、校舎が移動してるってこと、うん、学校はあるよね、あるある、あるけど、うん、配置が変わってるってこと、配置が変わってる、建物もともと朝礼台がこの運動場がある、あね、こう立ってて、朝礼台がある、国旗とかがあって、ああ、ここが、はい、ああ、一般的な、はい、ここ全部ない、そこ職員室だったよね、全部ない、生徒が全校集会で並んでると職員室がある、そうそうそう、それない、はい、なくて、ここになんかちっちゃい建物あったじゃん、あの飼育小屋とかじゃない、こっち側の左側のプールの近くの建物、それは残ってる、で、こっち側が建物がちょっと1個2個増えてて、はい、なんかこの山みたいのを下っていくと体育館が、小学校敷地内に、うん、え、体育館 もう場所も変わってるの、変わってると思う、小学校は変わってた、あで、中学校は何も変わってない、うん、ただ、俺外周とかよく走ってたから、その外周をやったら、はい、うん、中学校の真横めちゃくちゃソーラーパネルがあったな、すごいな、すごいあるんだよ、あの知多の方に行ったの、うん、あの南知多の方に、はい、うん、ソーラーパネルばっかだよ、あだうち目の前がソーラーパネルになります、田舎だからかな、多分もともと牧場で牛を放し飼いしてた、そこ広大なスペースだったんですけど、だからそういうところに黒服着たやつが営業行くんだろうな、
そうもうこのあと息子さん継がないっすよね、はい、ここじゃあ、あの、うん、1億で買いますよ1億みたいな、で買って、はい、そのアパレル置くことで、うん、マネタイズができるんだろうな。そうです、それこそ芸人で滝上さんとかやられてたビジネスですもんね。そうだけど、ソーラーパネルを滝上さん買っただけでしょ、うん、あ、はい、ソーラーパネルのあの敷地の運営はやばいな、あれ。あ、だけど、そういうことなんか。そういうことじゃないですかね、おそらく。なるほど、そのだから黒服に頼むってことでしょ。黒服が行くわけでしょ。黒服が、はい、国ってこと、はい、ん、国ってこと、黒服。国じゃない多分民間、民間のビジネスマンでしょ。民間の黒服です。で、それやることで黒服は本当は3000万ぐらいで売ってるけど、こっちのグループから滝上さんからは4000万もらうみたいので、はい、浮きで儲けるみたいなことでしょ、はい、ちょっと値段はバラバラだけど、はい、なんかだから写真パシャパシャ撮ってさ、はい、あ、なんかなんだろう、映像というかさ、そこ見ると思い出すことあるじゃん、はい、あ、プール、あー、あー、あそこの目洗うとこのなんか入るとこが冷たくて、はい、めっちゃこの塩素きつくて臭かったなとか、はい、ビジュアルと匂いから入ってくる思い出しってあるよね、はい、だから俺一応そういうのカシャカシャ撮って、はい、なんかいつの日か小説書けるかな、はい、だから写真だけは撮っといた。あ、中学校のこの体育館なんかボールとかある裏でよく誰かと誰かキスしてたなとかさ、はい、そういうのは名古屋からわざわざ来たってこと。名古屋で兄貴に行きたいんだって車バーって行ってくれて、はい、で小学校中学校親父と兄貴が全然降りず、俺が思った以上に時間長かったからだろうね、はい、もう中学校終わったらもう何も言わず高速乗って帰ろうとしてて、はい、俺的には本当は高校も見たかったのよ。あ、けどもう兄貴と親父がもう、あ、お母さん今出たからみたいな、もう、ああ、もう一回りますよ感出してたから、はい、俺も空気を察して、うん、まあ高校はいいかと思って何も言わず外見てたけど、はい、めちゃくちゃ面倒くさかったと思うよ。クソ田舎だね、はい、子供の頃って田舎って思ってなかったもんね。あ、うん、あ、まあ確かに、はい、名古屋まで電車で30分だから都会だがやとか思ってたけど、はい、まあ田舎だね。うん、でだいぶ変わったんじゃないの。しきりにあのモンマルシェがっていうスーパーがあったの。あ、モンマルシェがなくなって新しいスーパーができたのよ。あ、うん、それを母ちゃんが8回ぐらいしたの。言うな新しくなってね、はい、安いのよモンマルシェよりっつって。確かにスーパー変わるって田舎じゃ一大行事ですから、ね、もうとんでもないよね。だからもう俺は知多市に実家がないから。あ、はい、そんなにね、でもところどころは変わってるけど、うん、あの辰巳ヶ丘の駅からさ、うん、東浦に向ける、うん、あの細い踏切し覚えてる、うん、あるある、うん、あの一車、うん、車1個分しかないのに、あ、はい、うん、両方通れる1通じゃない、うんうん、ああ、はいはいはい、未だあれだったから、ね、半田街道待ってさ。なるほどね、ぶっこんぶっこんっつって。分かる分かる、こんなになるんかよと思って、うん、いやー、腹立つストアはありましたよ。ああ、うん、そのままあった、食品屋、食品屋とか駄菓子屋みたいなもん。なんなんだろうな、スーパーとコンビニの間みたいな。ああ、はい、ありますよね。もうみんなそこで万引きするみたいな、うん、っていうような場所、はい、まあもちろん俺はしてないけど、はい、なんかそういうような場所だな、はい、だからちょっとね、2年って時間はねだいぶだなって思って。毎年書いてたんだ。毎年書いてた。だからその定期的に見ときたいの、親を、うん、半年に1回ぐらいでもいいんじゃないかなって思うけど。いいんじゃない。逆に読んだりはしないの、東京。呼んだ試しがないよね。ああ、うん。でも呼んであげてホテル取ってあげてみたいな、もうしてもいいんじゃない。あ、でもそんな動く年じゃないしね。ああ。うん。なんかしきりになんかね、なんか怒られたんだよ。なんか親戚のことをお前は知らねえっつって。ああ、
お前がそういうの知っとらないかんぞって言われて、うん、知らんがや、そんな俺聞いたことねえんだよ、聞いたことねえじゃねえんだよ。まあな、ね、だまあ俺は全部の情報は入れましたよ、親戚一同。あ、そうなんですね、うん、だからなんか今度お前高知行くかって親父のふるさとね。ああ、はい、なんか珍しいからさ、そんな行ってくる、はい、まあ、行くよじゃあってなんかそういう約束をして、いいじゃん、おめっちゃいいじゃないですか。俺と森田も本当は来週高知行こうとしたよな。そうです、ね、けどコロナの関係で諦めたんだよ。はい、残念。高知県、はい、うん、高知県ですか。うん、というわけでございまして、一旦曲いきましょうか。はい、今日は橋本舞さんでシャイニーラブです。どうぞ。引き続き君こそスターだ。はい、ねえ、
どうしましょう。どうしよう。なんか行きます？トークね。行きますか。くくりトーク。くくりトーク。うん、くくりトーク。お題でどん。いいですよ。まあこれあ、お前誰だよって言って俺に。あ、お前誰？お前誰だよ。原因だよバカ野郎。浅草キッド、ね、急に浅草キッド。ハンバーグさん結局 見たの？浅草キッド。見たな。どうだったの見て。見てどうでした？ああ泣きましたよ普通に。面白いよね。ああ浅草キッド。やっぱ泣いちゃいます、ね。大泉洋株爆上がりですよね。あそうですね。見たどこまあネタバレになっちゃうけどどこが一番グッときた？最後かな。最後。最初がもう掴まれるよね。あのだろだから、はい、そうたけしさんがあの、はい、カシャー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 ってあれもう、はい、やっぱその、はい、うたけしさん振り返すと、はい、これ何本物はどうなのみたいな、はい、こんなんな、うん、あそこでやっぱ我々芸人持ってかれるよね、はい、確かに分かんないたけしさん鼻です、うん、そこ置いといてなんかさ、はい、もうそこでまずムホーマさん出てくるもんな。出てくるね。ああそうですね、はい、あれみたいな結構こんな出てくるパターンなのみたいな、はい、確かに枝豆さんとかな枝豆さんとか言ったり、ジェントルさんとか出てました、ね、ジェントルさんさどこで出てるの？ああ本当に最初の元吉本の、はい、うん、本当に最初の楽屋周りにいるいろんな大人たちスーツ姿の大人たちの一人が、うん、僕気づいた最初に気づきました。すごいな。いやあこの顔みたいな最後にジェントルさんって名前あったから、うん、そうですねクレジットにあったんで、全裸監督でもな、うん、あ出てるの、はい、うん、あの人は俳優になってるの。そうだよ俳優として結構出られた、うん、そうなの、はい、大変だな、うん、そう、はい、それで、うん、一番最後最後って最後はあれです。あの楽屋行くとこたけしさんがそう、はい、いろいろ回ってそこ一番泣けるの。え、泣けなかった。俺別に。あ、そどこが一番来たの。あ泣きポイント。いや、俺は1回目見たときは、うん、やめます、あ、ここやめますって言って、おい、何やめんだ、まあ、かけごとやめんのかバカ野郎みたいな。あそこ、はい、ストリップさんやめさせてください。お前いつからそんな面白くなったんだバカ野郎、早く行くだけでやんだお前、おい、はい、みたいな。あそこでも、はい、もうここいたって売れねえじゃねえすかみたいな、このクセロみたいな、はいはい、そこは俺来た、うん、1回目ね。けど2回目見た時は別にそんなだったな。なんかその覚悟、はい、ここいたらまずいなっていう、はい、ただ師匠からしたら嘘だろっていうさ。そうですね、あそこ来たかな。確かに。で2回目で見るとあそこに師匠のが本当にたけしさんのことを思ってたっていうのが分かって見るじゃないですか。それのっかるとちょっと逆になんか来たかもしれないです。僕は2回目の時は あとまああれだよな、森田も言ってたけどその賞を取ってな。あそうですね、賞を取って、うん、コンコンコンつって尋ねるわけで、うん、めちゃくちゃ久しぶりに、うん、あのシーン、あのもうなるほどね、叩いたところでもうちょっとやば、うん、1回目はやばかった。俺あれが好きだった、俺笑ってたな、トロフィーあげるときに、あのトロフィーをあげるお姉ちゃんを抱っこ、あれめっちゃ面白かったっす。たけしさんやるよな、やりそうと思ってあの劇団ひとりさんのもうあれなんだろうな、たけしさんフリークが出てるよな。そうですね、はい、あとどこだろうな泣けるとこ。そこと、まあ泣けるよね。そこらへんか、うん、あれも良かったよな。やっぱ居酒屋クジラに来てさ、曲なんで野球見てんのみたいな。あ、ポッパーって言って、帰んじゃねえよっつって。ああはい。いやいやなんか最近さみたいな、なんか面白いやつびと。おめえ何がかんないつびとのこの野郎みたいな。はいはいはい。バーって言って倒れてパラッて。師匠大丈夫みたいな。でその後夜コンコンつってあれいいよね。はい、いいですね、はい、そうね、うん、あそこら辺良かったな。まあ、ね、クジラ屋で言うと、うん、僕やまあこれってみんな言うと思うんですけど、あのヒールを、ヒールな、2回目、その2回目というか大人になっていくからもう1回来た時ヒールをかますっていう、あれいいよね、うん、はい、
いやだけどあれもいいよね、そのタケなんかあれだよってフリートークし合ってるところはね、はい、気持ちいいだろうな。あそうっすね、師匠からすればな、はい、そうですね、うん、だけど、はい、こっからだっていう時の、いやそうです、あんな結末だったんだ、うん、はい、衝撃でしたね、初め知らなかったね。これまた鈴木保奈美さんっていうのよくない？あーよかったね、いいっすね。あれやっぱしなんかそのね、トンネルズさんの石橋さんの元奥さんでとかさ、はいはい、なんかいろんなことをフラッシュバックするよね。ああはい、うん、確かに。いやよかったな。でちょっと行こうか。あはい、3枚今ありますお題が。あお題でドゥ、はい、お題でドゥ。じゃあ俺いい？はい、真ん中行こうか。じゃあ真ん中で、はい。ハマっているもの、こと。ナウ、はい、ナウナウでしょうね、おそらく。はい、ハマっていること。はい、森健は今ハマってるで言うと、うん、あのまあほとんどっていうか全部片岡さんから教えていただいたものになるんですけど、うん、2つあって、1つはあの、大井龍馬、ああと、あとはあ、いいですか、言っちゃって、はいはい、あとは韓国ドラマの地獄が読んでいる、うん、ああいいでしょ地獄、はい、めちゃくちゃいいです。なんか話題になってる、ね、地獄が読んでいる、やばくない？やばいっす、はい、まあ、やばいっす。俺も実家でハードル下がりきって、はい、移動中の新幹線で思って見せる、こんなんなって、はい、実家帰ってからもう寝る前とかもずっと見てて、はい、どういうことこれみたいな、はい、そうですね、ルールがまだ分かんない、怖くない？いや怖い、いやめちゃくちゃ怖いっすあれ、はい。イメージ的には最初はハリーポッターにもああいう敵がいて、うん、デスイーターっていうんですけど、でもまあそれの乱暴なパターンかなと思ったんですけど、全然話が違う方向行ってたんで、これどう落ちるんだろうみたいな。今韓国ドラマ優秀だよな。だから新幹線とか作ってた人が作ってるんでしょあれ。だからそのままなんかオチがないまま行くんじゃないかというか、あ、いろいろな謎が解明されないままのパターンなんじゃないかと言われてる。あ、大井龍馬はちょっと高知県行こうとしたからな。そうなんです、予習してたんですけど、まあ、漫画を読んでるの、漫画を、はい、初めて龍馬絡みで初めて僕多分そういうの読んだり、え、読んだことなかったの？なかったんです、はい、どこまで読んだの？全部読みました。あ、全部読んだ。23巻のけるよね、はい、いやもうちょっとやばいっすね、うん、めちゃくちゃ面白かったです。なめてました。高知県本当に行きたかったんじゃない？いやだからもう予習バッチリなんで、全然行けるんだったら行きたかったですね、その、はい、龍馬巡りというか、はい、いやちょっと舐めてる人めちゃくちゃおもろかったです。俺も舐めてたんだよ昔。ああ、やっぱ一回舐めますよね。武田鉄矢、はい、そうなんですよ、原作だった、はい、小山優、武田鉄矢ね、小山優、はい、はすごいっていうか、はい、武田鉄矢がって思ってたんだけど、はい、すごいよね、めちゃくちゃおもろかったですね。まああとなんかおっさんになると歴史が好きだからな。あーまあ確かにそこは多少なんか違いますね、子供の時とは。え、浜口さんなんかあんの今ハマっているもの。ハマってるものか、まあやることがねあんまりだけど、ハマってるっつったらね、まあ今はハマってないんだけど、うん、はい、打撃改造、バッティング、野球の、あ、打撃改造に成功したんですよ。マジっすか？そうなんすか？すげえじゃないですか。先シーズン、はい、昨年はすげえじゃないですか。うん、なんだろう、バッティングセンター行って、うん、はい、どうやったらうまく打てるか、あ、どれが自分に合ってるのかっていうのを、はい、初めて考えて、おお、はい、北球を打つって、はい、で小学校から野球やってたけど、でなんか俺の中でこう立つじゃんバッターは、はい、うん、外側の球がね、はい、すごく遠く感じる。はい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 、ああまあそうですよね、うん、はい、ただ試合だと審判がストライクってやるから、はい、なんか遠、うんうん、遠く感じるの、うん、高い差がないかなと思って、で、はい、こうピッチャーに向かって左肩を向けるスタイルだったの、うん、ちょっと正面オープンスタートですね、はいはいはい、種田、昔ドラマ種田みたいのにして、はい、で、なんか
YouTube で新庄が、はい、なんだっけな、釘を金槌で打つとき、うん、どうやったらちゃんと当たるって、うん、最初一番長く持ってやるんだけど、うんうん、これ難しい、うん、もっといいことがある、短くやる、短く持ってコン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 ってやると当たるって言ってて、はい、短く持ってみようかなと思って、はい、短く持ってオープンスタンスにして、はい、そしたらそっから5試合連続安打とか、めっちゃすごいじゃない、うん、なんかいい感じだな立浪じゃないですか、来週だから2割打てるんじゃないか、うん、いやそれ楽しいな、1割8分までいった、おお、今シーズン桑田ぐらいの打率っすね、みんなね、はい、その辺で打つ、へえ、だから来シーズンちょっと2割目指そうかな、はい、多分 DeNA の宮崎とかあの辺オープンスタンスですよね、うん、そう、なんかね、打率残す選手、理論は分からんけど打ちやすくなった、そうなんだ、でもオープンスタンスはそうか、うん、目両目で見れるんで遠近感が、これ僕テニスやってたんで、テニスでもクローズとオープンがあるんですけど、うん、多分そういうことみたいですよ、へえ、体をピッチャーの方に向けると、うん、遠近感が分かりやすいっていう、そんなでね、野球って今考えたらそんな運動神経いらないよね、なんかそうなんそうですか、うん、結構頭のスポーツじゃない、もう、あ、それはそうですね、頭のスポーツではありますね、うん、確かに緻密 なんか、はい、来シーズンにちょっと、ね、いい打率に報告を、ちょっと来シーズンちょっとホームラン打ってやろうかないや、打って短く持ってですか、短く持ってすごい、うん、へぇ、加藤さんはもう僕は、なんかもうこんなのもうストレートに言うと、うん、最近やっぱ、うん、ハマってるのはあのゴッドタンの佐久間さん、はい、ああ佐久間さんプロデューサー、はい、ラジオ、ああオールナイトニッポン、オールナイトニッポン、あれめちゃくちゃ面白くない？まあそうそう、確かにこんなことを言うのも、はい、ね、うん、なんですけど、はい、なんかいろんな方のラジオを俺聞いてんの、はい、最近、ああはい、一番面白いよね。あ、そのなんでかっていうとエンタメの要素があるから、うん、はい、いやあの映画面白いよとか、はい、あの舞台見たよとか、はい、なんかあの人の音楽のライブはオンラインで見たとか、うん、 はい、あの人めちゃくちゃ努力家なのよ、だからなんか雑誌とかも見たけど、はい、時間がないからこそ明日の何時から何時でこの映画見て、はい、何時から何時で舞台見てとか、はい、でその後寝ないでオフラインしてとか、うん、びっちり詰めてて、はい、でなんか奥さんも、佐久間さんもテレ東じゃないですけど、はい、奥様はテレ東でとか、あ、娘がとか、はい、本当はどっか旅行行きたかったけど行けなくて、うん、近くのサウナ行ったとか、はい、俺毎週聞いてるよ、あ、そうなんですね、なんか面白い、それで、はい、この前なんかあちこちオードリーでさみたいな、あ、はい、誰々さんが来たんだけどこういうところがあって面白かったなみたいなのを聞いて、はい、あちこちオードリーめちゃくちゃ見てるもん俺、あ、あちこち面白いですね、今まで見てなかったもん俺、あ、そうなんですね、はい、うん、それ森だから面白いって聞いてたけど、はい、出遅れてて、はい、佐久間さんきっかけで俺見てた、なるほどね、でたまにさ、うん、はい、佐久間さん映るのよ、あ、おー佐久間さん出たって、うん、オードリーさんよりも、はい、俺佐久間さん見てるもんな、わ、うん、かるよ、うん、なんか佐久間さんのラジオとか、それで、はい、俺ゴッドタンで、はい、2回山里軍団みたいに出させてもらったから、あ、はいはいはい、めちゃくちゃ怖いのよ、もうあの人見るともうガチで何さやらされるか分かんないとか、はい、山里君の時だって、はい、何やから何も聞かされてない、あ、そういうことだったんですね、行って、無茶ぶりがあるからもう、はい、やるみたいな、はい、もうそんな、その1回目行った時はもう地獄絵図でみたいな、あ、で、まあ、もちろん編集のお力でね、なんとかなるんですけど、でそっからもう佐久間さんのことファンだけど、はい、フォローもしてない、ツイッターの、あ、はい、で別にゴッドタン出たいとか、あちこち踊り出たいとかも全くない、はい、ただ、はい、佐久間さんのラジオ聞きたい、なるほどね、なんかちょっと憧れというかさ、あ、まあ確かに、うん、なんか
なんか秋元康さんが特番でね、はい、佐久間さんのラジオで出て、はいはい、佐久間お前は天才だよみたいな、おすごい褒めてて、あ、はい、おすごいな、そのなんか佐久間さんが言ったエピソードで、もう夜中2時3時に寝ようとすると、はい、秋元さんが LINE 来んだって、はい、佐久間、はい、あのドラマ見たみたいな、はい、それが、はい、ネットフリックスのめちゃめちゃそんな人気あるドラマじゃないのに、おー、はい、うん、じゃあそれ秋元さんに言われたから見なきゃって言うんだけど、うん、もう三十何本もあるみたいな、はい、いや秋元さんいつ見てんのみたいな、はい、秋元さんショートスリーパーらしいの、3時間しか寝ないんで、わすごい、だから多分空いてる時間そういうの全部見てんだろうな、確かにっていうので、なんか佐久間さんのはハマってる今、うん、まあ、近く感じるよねラジオ聞いてると、そうね、確かに、まあね、知らない部分を、はい、うん、聞けてるみたいな、はい、うん、でみんな佐久間さんのことを船長みたいな感じで呼んでるんだけど、あー、ヨーソローみたいな、ヨーソローみたいな、俺もその時ヨーソローっつって一人で聞いてね、はい、船長ヨーソローっつってなんか佐久間さんラジオクイズやったら結構ちゃんと分かるかもしれない、あ、はい、そのハガキ出そうとかまでは思わないけど、うん、はい、なんかこの人と話すとワクワクするんだよなっていう人いない、まあ、はい、なんかポジティブなことしか言わないから、なんかそういう人というか、はい、あと、はい、あの人、はい、自分でなんかおもろいこと言った後、はい、めちゃくちゃ笑うな、笑いますね、そこら辺が、まあ、僕とハマとか、まあ、森田もお世話になってる、うん、和田秀智さんっていうディレクターさんとやっぱ手法が似てるよね、はい、あ、はい、和田さんも、はい、自分が撮ってる番組どうのとか、はい、めっちゃ笑ってんのよ、うん、はい、でも最近和田さんだってもう素だから、はい、和田さんを笑かすことってなかなかないんだけど、はい、なんか俺が和田さん最近俺ちょっとこういう人に恋しててみたいな話を一回した時は、はい、めっちゃ笑ってた、はい、みたいな何その話みたいな、お、はい、あのいいねみたいな、はい、やっぱぶっ飛んだ話すると笑うな、あ、和田さんを笑かそうとするお気に入ったものは絶対笑わない、笑いで飯食ってる人、はいはい、何その無謀なチャレンジみたいな、はい、あ、はい、そういうの笑うな、あ和田さんの笑いはあれでしょ、あの北斗の拳で破裂してほしいみたいな、なんかそんな感じしない、あの人の破裂するのが面白いみたいな、ケンシロウに引っ越すうわーとか笑い、はいはいはい、いや和田さんはやっぱ変わってるよな、まあ、確かに、なるほどね、だから俺はなんかあの二人は共有、なんかいつの日か一緒になんかしたらいいのになと思う、あ、まあ確かにそうですよね、はい、だから多分全然できますよね、会うことはないんだろうな、まあ言っても局員さんだし、はい、制作会社の社長、はい、まあなんかやっぱまあこの佐久間さんも今ね一、はい、あの自分の会社なんだけどなんか会わないもんなのかね、両友並び立たずというか、なんかあんのかな、あるかもしれないですね、俺的にはそのマッチングカードみたい、でも去年佐久間さん日テレでやってましたもんね、東京03さんの冠のコント番組、うん、あれ今もやってんじゃない、もう終わっちゃったの、多分4回限定ぐらいの多分感じのやつでした、ね、もう千鳥さんともさ、はい、佐久間さんやんだよね、アマプラかなんかでね、あ、そうなんすね、なんかトークかなんかのやつ、おー、はい、うん、面白そう、で千鳥さんと和田さんもがっつりじゃん、そうね、どっかであんじゃん、今年あるかもしれない、このあるんじゃない、はい、俺それはちょっと楽しみだな、ファンからあ、はい、どっちもファンだから、はい、はい、うん、だから私の今ハマってるものは、はい、佐久間さん、あ、なるほどね、あ、うん、聞いてないな、あと個人的に、はい、ちょっとハマってるのは、はい、あの僕らの会の前やってるさ、な、はい、何さん、梨野さん、はい、はい、うん、梨野さん、はい、めっちゃ綺麗じゃない、え、なしろさん、なしろさん、急に、はい、なしろさんが毎回さ、はい、俺らの前やられてるじゃん、そうです、3時から、はい、俺こう、うん、そう毎回来ると綺麗だなと思って、そうですね、はい、美人です、でこう楽屋とかいるとさ、なしろさんの何が綺麗か言おうか、お、うん、はい、挨拶がすごいんだよ、あ、うん、そう、なんかこうやってさ、トイレとかこう行こうと俺するじゃん、はい、本番前だから、はい、そうすると、なしろさんが終わって、はい、スタッフさんとかと反省会してるけど、はい、どこの角度に俺がこうスッと行こうとしても、はい、後ろに目があるんじゃないかぐらいパッと振り返って、あ、おはようございますみたいな
すごいのよ。ナシロさん終わった後なのに、はい、360度見れてる。すごっ。だからそこが、はい、いや素敵だなっていうリスペクトの、あ、はい、何の話してんの。ハマってるものハマってるもの、ナシロさんの挨拶、はい、知らないな。だから浜口さんもう、そう、もうギリギリに来るからギリギリだからお会いしてないんですよ。僕らはやっぱ、うん、3時50分にナシノさんの番組が終わって51分ぐらい出てきて、俺はあもう10分前だからじゃあちょっとトイレ行ってくるわみたいな時に絶対あると「あざらす」みたいな、はい「明けましておめでとうございます」ですね、うん、そんなそんな「おめでとうございますですね」って雰囲気全裸監督みたいな初めて。いやだからやっぱし何かそういう方成功されてたり何、はい、か周りに愛されてんだろうなっていうふうに思う、はい、佐久間さんと那城さんです。両極端なお二人。いやだけどなんかそういう目がいっちゃう、素晴らしいなっていう、はい、確かにそうか。いいんじゃないですか。そう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 、な何の情報も分かんないのね。なんか何をやられてる人なのかとか、あ確かにそうですね、年齢も分かんないし、はいはい、なんかご結婚されてるのかも分からないけど、確かにパーソナルな情報何にもないです。なんか明るくなるのよ。確かに。あ、おはようございます、はい、あれって才能だよね。ですよね。才能じゃない。オーラというか、多分意識してんのかな。してないと思う。天性。天性。家帰ったらなんかガチャガチャって鍵閉めたら、うん、うん、いや、多分家帰っても多分そんなことない。ナシロさんのまんまでスムージー飲んでるしてんすよ、多分朝は白湯でみたいな。ちょっと今後もナシロさんの情報お待ちしてます。お待ちしてるって来ないって別に取り行かないと。早めに来ればいいね。もっともっと早めに来てここに。いやいや、なんか観覧観覧だからナシロさんの話今したのも、はい、もうこの時間だったらナシロさんは帰られてるだろうっていう俺の配慮もあるわけ、はい、そのオープニングでナシロさんの話しちゃったら、はい、今後意識されちゃうじゃん。そうですね、はい、お互い、はい、じゃなくてもうこの時間を帰ってるだろうっていうのがあって一緒だよ。あのオープニングだ。那城さんのネタはちょっと温めていきましょう。あ、どういう人物像か我々で考察して、ああそうですね、もう年末にゲストで呼ぶぐらいで答え合わせするみたいな、はい、我々の那城さんまず一回完成させて、スムージーですかとかあ違いますかって外れたみたいな、はい、そう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 いう今週の那城さんみたいな、はい、もうそうこうしていたらもうエンディングでございますよ。あ、もう2分、はい、そう、もう早いね。俺やっぱあれだな、そのラジオで言ったら、うん、その那城さんじゃないけど、はい、やっぱ有働さんの毎週聞いてんのラジオ、はい、お、俺ニュースゼロは毎日見てるわ、月金、はいはい、有働さん、だラジオの有働さん知らない。いやすごいよねあの人。そうなんだ、なんか好感度がなんだろう、面白いね、あの人。あ、野球好きだしね。なんか確かに何しても不快に思わないよね、あの人が。あ、うん、だ人柄なんだろうなと思って。飾らない方なんですかね。飾らない。ナシロさんも飾らない。だそこで有働さん増えす、ナシロさん。へえ、そうなん、素敵だなと思う。なんか、はい、ニュースみたいなさ、ラジオを連続で聞いてたりすると、はい、ちょっとウドの血が欲しくなる。ウドさん聞きてってなる。おお、はい、なんか意外とさ、ニュースゼロも政治家の方とか来た時とか、はい、もう台本じゃない自分のコメントにしてガッと聞く時もあるのね。そうはおっしゃるんですけど、この時ってこう下がってたんですけど今どう考えてますかとか、はいはい、グッと行く時あるのよ。あの NHK 畑です。だから、ああ、なるほどね、はい、NHK 畑だからか。ラジオはバラエティーだからさ、はい、なんかゼロの裏話とかさ、あ、そうなんすね、する。あ、それ楽しそう。ここで桜井さんに振ったら切れちゃってね、時間がとか、あ、なんか面白いですよ。確かにそれは面白そうですね、はい、いいよね、そういうね、うん、おい、なんだ話題がなくなったのか、バカ野郎。いや、もう時間だなと思って。じゃあもう次は ずっと練習してんだよ。もう、うん、来週ですね。はいはい、そうですね、ございまして、はい、来週も聞けよ、バカ野郎。皆さんちょっとコロナにお気をつけくださいということで、それではまた来週、バイ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 。